トルティーヤ、トルティーヤは、すりつぶしたトウモロコシから作る、メキシコ、アメリカ合衆国南西部及び中央アメリカの伝統的な薄焼きパンである。現代では、小麦粉から作られた同様のものも、トルティーヤと呼ばれている。タコスを作るのにも使われる。中米インディオの伝統料理であるが、これを見た、スペイン人は、 本国のオムレツ風のケーラン料理トルティーヤに外見が似ていたことからこのスペイン語の名前で呼ぶようになった。ただし実際にはマルクウス、黄色いという外見以外は共通点がない。スペイン語の,の発音は地域や話者により異なるがジェイスを参照。メキシコではヤナイシジャに近いが普通である。故に本校ではメキシコのをトルティーヤとする。 メソアメリカの先住民たちは、この文化圏で栽培化された原産のトウモロコシをアルカリ処理し、目立てなどという石皿とマノというすり棒を、写真右を山椒ですりつぶした生地を薄く伸ばしてて、コッタ製の小丸で焼いたものを、スペイン人に征服される以前から主食としていた。アステカでは、この薄焼きパンを、ナワトル語でトラシカリなどと呼んだ。16世紀に、戦況のため、 アメリカ大陸に渡ったベルナルディーノ・デサー軍が著書のヌエヴァ・エスパーニャ・ソーラン内で当時のアステカ人の食生活を詳しく供述しており大きさ、厚さ、食感、色などの違いからそれぞれ別名で呼ばれていた多種多様なトルティーヤが存在していたことが伺える。中南米ではキューバなどの独立が遅れた地域を除きトルティーヤといえば メキシコと同じものを刺すことが多いが、パナマのトルティーヤは厚焼きでぼってりしており、むしろコロンビアやベネズエラのアルパニに似ている。中南米ではスペインのトルティーヤはスペイン風トルティーヤやトルタという。なおトルタは厚焼きのもの全般を刺すことがあり、ケーキなどもトルタと呼ぶことがある。なおメキシコではややフランスパンに似ていなくもないツングりしたパンを 横半分に切って、肉、アボカドの薄切り、フリホレスのペーストなどを挟んだサンドイッチを取るたと呼んでいる。本来は、トウモロコシの粒をアルカリ水溶液処理、二種玉ゲゼンションしたものをすりつぶして、生地、マサを作る。アルカリ水には小石灰の水溶液が使用されることが多いが、地域によっては、木灰の水溶液上積みが使用されることもある。これによって、火火を、 国流から取り除き、小麦などより、はるかに硬質で粉にしがたいトウモロコシの粒が柔らかくなるだけでなく、含有タンパク質の利用度の向上と、薄く伸ばして、焼くのに適した粘り気のある質感が得られる。アルカリ処理は、トウモロコシに含まれている必須アミノ酸、内野芯の吸収を容易にするための伝統的な措置で、7000年の歴史を持つ、 この摂取方法を知らずに母国に持ち帰ったスペイン人等ペラグラに罹患した。これはトウモロコシのみを食事とした場合に発生する現象であって復食経由でナイアシンを補う場合には起こり得なかった。タンパク質の利用度の向上は必須アミノ酸のリシ心トリプトファンとナイアシンの吸収性が上がることによりトウモロコシを主食とする先住民族は ペラグラの予防につながっていた。質感の変化はカルシウムイオンがデンプン分子に吸着することによるとされる。質感に関する同様の効果はカルシウムイオンと同様に2価のマグネシウムイオンでも確認されているが1価のナトリウムイオンやカリウムイオンでは生じない。本場のメキシコなどの中米以外では単純にトウモロコシ国流を機械粉砕して得られた粉を水で、コネで、 薄く伸ばし、鉄板やフライパンで焼いて作ることが多い。しかし、これでは生地としての粘り気のある質感が得られないので、グルテンによってこの質感を得ることができる小麦粉を混入して生地を作る。日本でもトルティーヤ用の粉として市販されているものは、大抵、こうした機械粉砕のトウモロコシ粉、アリーナデマイスと小麦粉、アリーナデトリゴを配合したものである。 また、スペイン人による征服に伴って、メキシコにも小麦栽培と小麦食の文化が伝来、定着したため、小麦粉で作ったトルティーヤ、トルティーヤでありなでトリゴも誕生した。小麦粉のトルティーヤは、メキシコ北部やアメリカ合衆国で特に人気がある。メキシコにおける小石灰を使用したアルカリ水溶液処理によるトルティーヤの生地の作り方と焼き方を以下に記す。 かつては、上の写真のように手でマサを伸ばして、トルティーヤを成形していたが、現在では丸めたマサを2枚の金属板の間に挟んで、押しつぶし、平たく伸ばすトルティエロという器具が普及していい。写真右。焼き上がったトルティーヤは温かいうちに食べるのが美味しい、ため、食べる都度困るなどで焼くのが普通である。冷めるのと乾くのを防ぐため、 焼き上がったものを付近にくるんで皿やカゴにいる食卓に出すことが多い。生地の準備に手間と時間がかかることもあり、メキシコの都市部では自分の家でトルティーヤの生地を作らずに店で買ってきたものを困るなどで焼いて食べることが多い。メキシコシティを中心としてビンボというメーカーのトルティーヤがトップシェアを誇っている。アルカリ水溶液処理したトウモロコシを乾燥させて、 粉にした乾燥マサも市販されており、水を加えて、こねるだけで、トルティーヤの生地ができる。トウモロコシと小麦粉のトルティーヤの世界的需要は、年々増加しており、世界のトルティーヤ製品の製造、流通で、トップシェアを誇るメキシコの製粉会社車は2006年に、中国の上海に、トルティーヤ製造工場を新設した。最も伝統的。 かつ基本的な食べ方は、インゲン豆を煮た、フリホレスで親や、フリホレスで親を油で炒めながら潰したフリホレス、レフリトスをつけて食べる。様々な具を乗せて二つに折ったものは、タコス、小麦粉のトルティーヤで具を巻いたものは、ブリートという。具の種類は、非常に多彩で、トマトやレタスなどのサラダ、ひき肉を炒めたもの、シリコンカルネ、アボカドで作った、若漏れ。 チョリソなどがある。焼いてから時間が経って乾いてしまったトルティーヤを無駄にせずに美味しく食べるために、メキシコでは様々なトルティーヤ料理が工夫されてきた。トルティーヤを揚げ、野菜や肉を乗せたものは、スペイン語での原理はトーストしたという。小さく切って揚げたトルティーヤはメキシコではトトポス、アメリカ合衆国ではトルティーヤチップスといい、トトポスを サルサで煮込むとチラキレスとなる。また、細く切って揚げたトルティーヤは、クルトンのように、スープの浮き身とされる。その他、エンチラーダ、ブディンワステカ、トルティーヤを使ったキャセロール風の料理等、多くのトルティーヤ料理が存在する。テクスメクス料理では、トルティーヤチップスに溶けたチーズをかけ、チリ、フリホレスレフリトス、ワカモレ、サルサなどを乗せると、ナチョスとなる。 トルティーヤをちぎって溶き卵と刻んだ玉ねぎ、トマト、唐辛子、チーズと炒め、スクランブルエッグにしたものは、ミガスと呼ばれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。